5人組ガールズグループ、レセラフィムの桜、宮脇桜が新型コロナウイルスに感染したことが分かった。14日、所属事務所が発表した。宮脇桜、新型コロナ感染所属事務所は、桜が新型コロナウイルスの陽性判定を受けたことを報告。風邪の症状があったため、週3日夜に PCR 検査を受けたところ陽性判定を受けたという。 ある、他のメンバーについては、現在特に異常な症状はなく、本日先制的措置をとっていった自己検査キットの結果で、全員が陰性であることを確認しました、と説明した。また、健康と安全を最優先に考慮し、桜が1日も早く回復できるよう最善を尽くしてサポートする予定です。とし、貿易当局の要請及び指針にも誠実に協力いたします、と伝えている。